医学の歴史は体の構造を知ることから出発しています。死んだ女に未練残してどうすんだよ。ごめん。このご遺体がお前の息子のところに来たのは偶然だ。ふざけてんじゃねえよ。Please kill me, please.